化け物尽くし帳で描かれている妖怪。白うかり化け物尽くし帳は日本で作られた妖怪の描かれた肉筆による冊子。資料名は表紙にある化け物尽くしという文字による。作者は不明。24.833.7センチメートルの横閉じの画帳であるが、内容は化け物尽くし絵巻などと同様の妖怪絵巻の類いである。画帳の一帳ごとに妖怪の絵が描かれ。 その名称が書き添えられている。すべてで21種類の妖怪が描かれており、人魚といったよく知られる妖怪のほか、百回図鑑や百鬼夜行絵巻など他の妖怪絵巻にも描かれている妖怪等あるいは妖怪絵巻における類例が確認できない妖怪が収録されている。この化け物つく市長など21世紀に入って新たに確認された資料によって、 百鬼夜行絵巻が独自に描いていると見られていた妖怪が他の妖怪絵巻の類にも描かれているという事実が確認された。加賀島交渉という人名が記入されているが、作者であるかは不詳である。原所造者である湯本郷一は、加賀島は熊本県などにある名字であり、同地と関係がある作品ではないかと述べている。ありがとうございます。